にちは、ゆかです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今日も不妊治療のことについてお話ししていこうかなと思います。前回の動画でプラノバールというピルを服薬しているっていうことをお伝えしたかと思うんですが、その後、12日間薬を飲んで、その後生理が来たので、今日受診に行ってきました。なので今日の受診の内容をお伝えしたいかなと思います。受診の内容の前に、プラノバールを飲んだ後、だいたい3から5日以内に生理が来るっていうことだったんですが、私の場合は飲み終えてから7日間空いてその後に来ました。3から5日以内に生理が来るだろうって思ってたので、あれなかなか生理来へんなと思って、何かのストレスでちょっと生理が止まってしまったんかなって思ってたんですけど、7日間空いて8日目に生理が来たので、ちょっと一安心っていう感じで7日間来なくて、明日生理が来へんかったらもう病院に電話しようと思ってたぐらいだったんですけど、その次の日に生理が来たので、病院をすぐ予約して行ってきました。でそれが今日なんですけど、今日はまず、採血がありますっていうことを前回先生から聞いていたので、もともと予約は11時からで取ってるんですけど、採血がある人は1時間前に来てくださいっていうことで10時から病院に行きました。で順番が来たらすぐに採血を受けて、血を取ってもらったんですけど、その採血の内容がホルモンの数値と、あと感染症とあと貧血で、あともう一つ何か言ってたんですけど、ごめんなさい忘れちゃいました。感染症に関しては当日結果は出ないんですけど、それ以外、ホルモンの数値とかっていうのは、当日結果が出て、それが45分結果が出るのにかかるみたいなので、診察までの間は45分間ずっと待っていました。その、ホルモンの数値によって、今日もらってくる薬の量が決まるみたいです。で、45分後に診察室に呼ばれました。でまず血液検査の結果なんですけれども、数値的には特に問題ないっていうことで、治療を進められますっていうことでした。でその後、生理中ではあるんですが卵巣が腫れていないかチェックするためにエコーで見てもらいました。子宮卵巣ともにどちらも問題ありませんでした。で先生がね、卵巣を見てもらう時に、先生の横に多分看護師さんもいたかと思うんですが、その看護師さんに、伝えるためにこの卵胞の数を数えていて、小声でおっしゃってたので、私には聞こえない程度の小声で数えてらっしゃってて、1、2、3、4、5、後半部分が聞こえなかったので結局何個卵胞があるかちょっと分かんなかったんですけど、右左ともに5個以上はありそうな感じやったので、卵があること自体にホッとしていました。その卵が育つかどうかっていうのは今後次第なんですけど、今のところ5個以上なんやなって思ってました、エコー中は。でその後、今日から注射を開始しますっていうことを先生に言われて、薬剤師さんと、注射の確認をしました。まず、薬剤師さんからスケジュール表をいただきました。薬の量が書かれていたり、次の受診っていうのが書かれていたり、あとこの、スケジュール表ちょっと家帰ってから再度確認したんですけれども、卵胞の数もここに書かれてて、さっきエコーの時に先生が小声で数えてらっしゃってたんですけど、結局何個かどうかっていうのは私は聞いてなかったので、ここに書いてありました。ちなみに卵胞の数が
左が5個で右が7個でした。この卵胞に関しては、まあ、今後変わってくるかなとは思います。スケジュールの確認の後、まず注射の説明なんですが、注射を打つ、時間帯は特に何時でも大丈夫ですっていうことを言われました。お薬の量なんですけど、そのホルモン検査の結果で、決まるって言ってたんですが、私はちなみにお薬はゴナール F という注射で、量は225っていう数字が書かれています。でこれを4日間とりあえず打って、その次の9月30日の受診の時にまたエコーで卵巣の確認、卵胞の確認をして、また次回 の4日目以降の、量が変わってくるみたいです。とりあえず4日間はこの225の量を入れるみたいです。前回病院行った時に薬剤師さんと一緒に練習をして、実際打ったわけじゃないんですけど、その薬の混ぜ方とか練習をしてたんですけど、今回も薬剤師さんと一緒に、確認っていうか最終確認をして、で今日から注射を開始するので、その1回目はここで打ちましょうっていうことで、薬剤師さんに見守ってもらいながら打ちました。で、今日の分は打ったので、まだ実際に打つのと、薬の混ぜ方っていうのは明日また動画で撮影しようと思うので後ほど流すんですが、病院で打った時の感想なんですけれども、私本当に痛いのが苦手やし、注射もすごい苦手で、今日の受診はもうその前回行った時に1回目は病院に打ちますっていうことを聞いていたので、今日行ったら自分で注射打たなあかんなって思ってたので、それがすごく不安でした。で、打つんですけど、まず薬をしっかりと混ぜた後、こうなんかつまんで打つんですけど、どれぐらい痛いのかもわからへんし、それをこう自分でやるのってなかなか勇気がいるなと思ったんですけど、とりあえずお腹をつまんでね、こうふーって感じで、もう行くぞみたいな感じで心に決めて打ちました。でその時に結構なんか肩に力が入っていたのか、こうつまむ時も結構な力でつまんでいたおかげもあって、全然痛くなかったです。はい、痛いなって思いながら打ったので、あれこんなもんかなみたいな感じで、もしかしたら打ちどころが良かったのかもしれないし、場所によっては痛い、もっと痛いところもあるかもしれないんですけど、とりあえず、病院で打った1回目はそんなに痛くありませんでした。私も結構こう行くぞって決めてから思いっきりっていうか、もう迷いなく行ったので、薬剤師さんも他の方1回目結構躊躇される方がほとんどなんですが、結構思い切りかれましたよねみたいな感じで言ってくださって、あそうですかみたいな感じで、もう打たなあかんっていうのは決まってるので、自分の勇気次第やと思ったので、もう行くぞって決めたらもう行きました。はい、時間を使えば使うほど怖くなってくるので、意外と短時間で行けました。まあ明日以降は自分で自宅で行うんですけれども、なんかね、打つところはおへそのちょっと下ぐらいをめがけて打ってくださいっていうことでした。で、毎回打つ場所は変えてくださいって言われました。で、注射を打っていくと卵が育っていくので、だんだんと、お腹が張ったりとか、お腹が痛くなったりする可能性がありますっていうことを言われて、もし何かあればすぐ連絡してくださいっていうことでした。ということで、今回の
まあ、受診内容は、まあ、そんな感じでしたので、注射の様子を、明日以降撮っていこうかなと思います。それでは、注射の様子は後ほど行いますので、あ、そう、注射のね、針とか実際に映ると思うので、注射が苦手な方、あとは先端恐怖症がある方っていうのは、ちょっとこの後の動画はちょっと控えていただく方がいいかと思いますが、まあ、気になる方はよかったら見ていってください。それでは一旦ここで消します。おはようございます。昨日の撮影日から1日経って次の日の朝です。今から注射を打ちます準備をしたら注射打たないといけないっていうのがあって、ちょっとこの準備にちょっと時間がかかったというか、心の準備の方がまだ全然できてなくって、今もねちょっと緊張してるんですけど、説明しながら、まあ、だんだんと気持ちをやるぞっていう風に決めたいと思います。昨日の受診時にもらった注射は4日分ありまして、私は、ゴナール F っていう、薬を入れていくんですが、1日225っていう量を入れていきます。よいしょ。お薬を混ぜていくんですが、これが1日分の量になるんですけれども、あ、このピンクの蓋のやつが、水、注射用水っていう風に書かれていて、この水に、お薬を溶かしてお腹の中に入れていく形になります。で、この青い蓋とこのグレーの蓋っていうのが同じ薬になるんですが、225っていう量が一瓶にないので2瓶に分かれています。で、あとは注射器、今刺さっている針は、混ぜる用の針でちょっと長いものがついています。で、こっちの針は、お腹に刺す用の短い針がついているので、薬を混ぜ終わった後はこっちのちっちゃい針に付け替える必要があります。で、あとは消毒用のふきふきするやつと、あとここに、お腹に注射を打った後に、シールで留めるやつがついています。はい。で、あとこれ、針、使い終わった針を捨てる用のボトルが入ってます。はい。これが一応1日分の用意するものになるんですが、あとは、こういう感じでやり方が書いてあるテキストをいただいたので、これに沿ってやっていきたいと思います。説明が終わったのでやらないといけなくなっちゃいました。1回目の注射はね、薬剤師さんと一緒にやったので、まあ、教えてもらいながらでしたが、打つ時もね、心細くなくって安心できたんですけど、今日からね、一人で打たないといけないので怖いです。ちなみにね、なおくんもちょっと針っていうか注射系が苦手、痛いものが苦手なので、なおくんの前ではやらないようにしようと思っています。じゃあこれを見ながらやっていこうと思いますので、よかったら最後まで見守っていただけると嬉しいです。はい。ちょっと時間かかると思います。はい。ではまず、手洗いました。綺麗に洗いました。まずこれを、このね、キャップを取り外します。よっ。ちょっとこのキャップがね、
結構硬いので爪っていうか力がいるんですけど、取り外した感じこんな感じです。はい、でここに針を刺していくので、まずここの上の部分消毒します。ああ緊張してきた。この手順をやるのもね、なんかちょっと昨日のことを思い出してちょっと緊張してきた。この消毒液の匂いを嗅ぐと、あ、注射が始まるなっていう感じで緊張します。次、薬を混ぜていきます。なのでこの注射器を開けます。これ今蓋があるのでこれを外します。はい、注射針を付け替えます。この針の根元の部分をくるっと回転させたら取れるそうです。はい、取れました。こっちに入れます。はい、入れました。これを注射針に刺して、でこのキャップを外します。おお、針だ。針先を上にして持ちます。空気を抜くんですが、この辺に、水滴がある場合があるので、一旦ちょっと引いて、この下の方に空気が溜まっている場合があるので、ちっちゃい泡みたいな、これを取るために指でトントントン、ここに空気が今溜まっている状態なので、この針からちょろっと出るぐらいまで押し上げます。あ、出た出た出た。はい、これで準備が完了なので、いよいよ刺していきます。お腹を消毒できたので刺します。怖い、どうしよう。よしよしよし、頑張る。よいしょ、頑張ろう。あ、怖い怖い。強めにつまんで、まっすぐを入れます。はい、液を入れたら10秒ぐらい待機。3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくり抜きます。はい、でシールを買って、ちょっと汗かいてしまった。毎回これか、きついな。はい、これはちょっとすごい疲れる。毎回これか、ちょっと頑張ります。で、使い終わった針を外すので、さっきみたいにこの根元の部分をくるっと回して、よいしょ、はい、取れました。
で針はこの中に入れて、注射器はこういうポリ袋何でもいいっていうことやったので、この中に瓶と入れて病院に持っていこうと思います。この辺のゴミは別に普通に捨ててもいいっていうことだったので捨てます。はい、こんな感じで自宅での注射初日が終わりました。注射が苦手な方でこの自己注射を経験された方にちょっと聞きたいんですが、これって慣れますか？勇気がなかなか出ないですね。慣れるもんなんかな。これ絶対この針を刺す瞬間って見ないといけないじゃないですか。変なところに刺してもダメなんで、見ないといけないのが辛い刺す瞬間をね、この目で確認しないといけないのがね、なかなか見ながらっていうのがちょっと勇気が出ないんですけど、ちょっと頑張ってやりたいと思います。はい、そんな感じで、とりあえず4日間やってまた病院行って、でその後も多分またやってっていうのが続くと思うんですが、体外受精というか採卵、とりあえず採卵に向けて注射を頑張りたいと思います。今治療中の方も一緒に頑張りましょう。毎日の治療お疲れ様です。それではまた次回の動画もよかったら見てください。さよなら。